オッケー。音来た。音来た、みんな。あ、来てきた。こんばんは。こんばんは。始まりました。はい、始まりました。はっちゃんと、ゆうちゃんの、何？何これ？何？ゆうはずの、ゆうストリームでございます。イェーイ！皆様、こんばんは。こんばんは。すでにもう結構の方が見てくれてるんですね。そうですね。頭から。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は早速第2回のゆうはずの DVD の結果報告したいんですけれども、はい、その結果報告はまたおいおいということで、おいおいですよ。あのね、はい、その前にね、昨日こちらのゆうちゃんの、はい、あ、そうや、それやんな、総例があるんですよ、はい。昨日ね、ゆうちゃんがね、はい、所属していたというか、あのユニット活動ボンドとしてしてたんですけど、はい、昨日で、ね、解散ライブをしたんですよね。はい、しました、させてもらいました。なんか心境とかあったら、一日経ちましたが何かありますか？なんか、こんなん言ったら昨日やってもらった人もあるんですけど、まだなんか解散した気してなくて。まあ、それはね、そう、来週、時間がわかんないですよね。土日、またライブあるんちゃうかな、みたいな。うん。来週会おうね、はっちゃん、みたいな感じなんですけど、実は私11日までライブがないっていう。うん。久しぶりちゃん土日ライブない？そう、久しぶりやからなんかこう、どう過ごしていいかわからんの、土日って。そうやね。なくなったら。たまにね、はっちゃんもね、土曜休みとか、うん、多分先々週ぐらいも休みやったんですけど、何していいか分からなくて、そう、もうそわそわして、なんかツイッターとかでなんかライブ楽しかったとか書いてたらなんか悔しい、ね、そう、取り残された気分になるよね。そうなんですよ。だから多分それを多分11まで味わうから、その分11皆さん来てください。はい、来てください。はい、ルイドさんです。うん、昨日で、昨日、はい、あのはちゃんもルイドで一部は一緒やったんですけど、ね、二部はね、はちゃんもバタバタしていろんな会場回ったりして、そう、昨日4回ライブあってんな。すごいね、頑張ったで。頑張ったな。ほんでな、昨日謎にな、声が出なくなるというの。何それ？力柄声やって、うん、かなり。なんか、そうやね、龍角さんとか食べとったもんね。そうやね。そんなんあったん？何、何で？ライブ中に？うん。どうしたん？それは。頑張った。あ、え、頑張って出た？うん。まあまあ、そんなんもあったんですけど、はい、あの2回目のそのボンド解散のファイナルライブは見れなかったんで、うん、すごい残念なんですけど。サイリウムがきれかった。サイリウムがきれかった。うん、めっちゃきれくて、それがあの、うん、ジャンプで一斉に飛ぶから、ああ、それめっちゃきれくて、それきれいね。本当に感動しました。うん、ありがとうございます。あっちゃんもね、一緒やったらよかったです。そうやね。そう。でもまだ11位から始まるんで、うん、ソロで頑張るんで、見てください。ね、はっちゃんも。新しい白 U をね。そうそうそう。白 U としてやるの。白 U としてやる。なんかじゃあ、面白い、なんか、あいつある？名前、こういうの。なんか、芸人みたいな名前にしてよ。いやいや。なんか、ボンドでさえさ。ホワイトウェル U みたいな。いやいや、そんな。カインドみたいな。なんか、募集するわ、ちょっとじゃで、いいのがあったらそれにするわ。白 U の解明を。うん、募集こちらまで。こちらまで。はい、ね、今日はあの、結構、ちょっと、前回はちょっと、バタバタかなり短かったんですけど、ユーストリームが。今回ちょっと長めにトークしていこうと思いますので、あの、コメントもいっぱい拾っていくので、ぜひぜひ皆さんコメントお待ちしております。うん、速攻寒いの来てますよ。拾う？名前、拾う？黒ユー。寒いよー、震えるわ、これ。いやー、いいですよ。来ましたよ。それ、ちょっと今のところの一番いい。マジで、うん、ちょ、みんな他お願い。他にお願いします。一番いい。そう思えた黒ユーになりかねない。ちょっとそれだけ。いいよ！いや、しかも私、これは評価する。お城の白やからっていう言い訳して、今でも、パッて見たときに、あの、違和感なかった。やろ？うん。こんばんは、こんばんは。あ、こんばんは。どんどん皆さん来ていて、いただいてますわ。前回より見てくれてんの多いで。ほんまや。イェーイ、来たー、イェーイ、やった。ありがとうございます。おお、みんなありがとうございます。あの、結果発表の一応ユーストなんですけど、結果発表はまたちょっと後ほどやりたいなと思ってます。うん、最後にするから、はい、とりあえずじゃあもう、なんだかんだ言っててもあれなんで、うん、本編見てもらいます。あの、バーで流したのと同じ映像をちょっと皆さんに。そうそうそう、ボリューム2の本編を見てもらいます。うん、はい、ちょっとね、途中までしか20分くらいちょっと見てもらって、うん、後でまた感想とか、そう、いっぱい聞かせてください。多分続き気になると思うので、続きは DVD でって感じなんでよろしくお願いします。それでは、はい、せーの、スタート！スタート！イエーイ！始まりました！はい！まるまるって？ You has young！ ボリューム？はい、今回も始まりましたけれども、はい、この番組はですね、はい、ちゃんとゆうちゃんが2人で、2人で
二人で力を合わせてミッションをクリアしていこうという番組なんですけれども、はい、今回も第2回目ということでね、はい、早くも第2回ってことで、今回のテーマはですね、じゃじゃん、お悩み解決って You have ya! 私たちは実は、はい、実はですね、お悩み解決の星からやってきた正義のヒーローでございまして、はい、このお便りがたくさん来てる、はい、今回もね、みんなさんからどしどしお便りが来てるんですけど、こんなにお悩みをどんどん解決していって、ちょっとポイントを貯めていこう、ポイントが書いてるんですよ。そう、でも私たちお悩み解決成人は制限時間しかないんですよ。1時間経ったら星にちょっと帰らないとダメだ、急用でね。そうそう、ちょっとこれがこれでこれがこれでこれでね、いや、ちょっと帰らないとダメだ、1時間でね、はい、でその間に100ポイント100ポイント貯めたらお悩み解決ミッションクリアやけど、100ポイント以下やったら罰ゲーム、はい、ほんで全問正解やったらなんと今回も出ますよ、金一封、イエー、絶対ゲットします、はい、これゲットします、ほんならもちょちょいのちょいで解決します。出稼ぎ来てるんでね、星にね、はい、これがこれやからこれがこれやからな金一封ゲットして今回も帰ろうかなと思ってます、頑張ろうぜ。1問間違えるごとにモノボケをしてもらう。モノボケ大丈夫？頑張ります。あっちゃん大丈夫？いける、うち余裕やね、寝坊したから、ね、あ、言わといてそうね、謝っといてください。実はまだちょっと眠い、すいませんでした。はい、そうです以後気をつけて、ね、はい、わかりました。はい、そんな感じで早速じゃあもう行きましょうか、はい、1時間しかないからね、1時間しかないから、ね、はい、じゃあ行きたいと思います、レッツゴー。始まりましたね。私たちね、時間がないんでね。そうですよ。もうチャッチやってね、チャッチャやって解決したい。解決しなきゃいけないんですよ。はい、それではお便りを選びたいんですけど、ポイントが書いておりまして、はい、10ポイント、はい、30ポイント、あ、下から行こう、20ポイント、はい、右ね、30ポイント、はい、30ポイント、で、50ポイント、70ポイントというお便りが来てるんですけど、これは100ポイント。行ったらいいやつやろ。あ、そうやな、賢く行かなあかんな。そう、まあ、これを最初から取れば簡単なんですけど、そうポイントが高いほど多分きっと難しいんで、そう、これはちょっとお悩みがちょっと、え、マジで、うちちょ70から行きたかって。70からはない。じゃあ無難な感じで行く。10からやろ。え、いや30ぐらいから行こう。だってじゃあちゃんと決めよう。1時間しかないから、だって10最初に取って、まあ、だい最初に、あ、こんな感じのね、なんか分かるんやろ。ないよ、分からんけど、それ決めて、これ取って、でこれ取って以上ってこと。100でもいい、 OK、 100でもいいねんな。ああ、 OK、 やったらこれいったらいいんじゃない。最初ほらこの辺、まあ、確かに失敗したらモノボケせなあかんもんな。そう、この辺はもう、じゃあな、10で失敗したらもう絶望やで。じゃあ20にしよう。強気やな、この性格の違い。慎重派とも大胆派です。だって20難しいかもしれない。最初絶対、ほな目つぶって。分かった、はい、引いて。ごめん、いや、もう一回もう一回もう一回。こっち、ほらね、20ポイントでー、知らんで頑張りや、うん、これ20ポイント、ちょ全問正解したら金一分やから。あ、そうかそうか、どっちに全部急がなくて、はい、読むで、はい、お悩み短っ。雷で家が停電になりました。情報を得たいけど電気がつきません。何かいいアイテムはありませんか？大阪市自宅警備員さんからのお悩みです。警備員頑張れよ、もうちょっと自分で。お前警備員なくせに頑張れよ。頑張れよ。で、まあ重要なのは、家が停電になったからとりあえず情報を得たい。電気がつかないが、電気を使わなくていい情報を得れるものを。あ、わかった。そうやってこうなんでいろいろあれするってこと？え、分かってなかったんですか？うん。バカですよ。それで20ポイントも張り切って選んだんですか？怖い。ついていけない。じゃあ私が引っ張って。じゃあ任せて。分かった。うちちょっとひらめいた。ちゃんと読むな。
これ間違えたらモノボケがついてくるってことやで、ね、ちょっとだから電気をパチッてやってつかへんやろ、電気がつかないってことは、うん、電化製品はほとんどアウトなんで、ほんで情報を得たいってことは、うんうんうん、あの手で回したり手動で回すラジオとか電気とか充電できる商品が絶対コーナーにあるはず、そうですよ、普段じゃねテレビとかあったりとかするんで、パソコンとかねあったりするんですけどね、全く使えないってことなんで、これはもう大問題、絶対そう、電気は向こうかな、ほんでここはちょっとダイソーになっちゃうんで、あここダイソー100円じゃん、ね、そこちょっと今日は忙しいです、はい、これ店員さんに聞こうある、あなしなし、まあ、聞かれても余裕な、多分ちょっと待って、ペット用品腐り違う、こっちではない、こっちやと思う、バラバラに歩くなよ、はい、あ、この辺ちゃう、情報を得たいってことですよね、こっちかな、あ、この辺ちゃいますか、この辺はアウトだね、コンセント貸さないで、あ、待って待って、あ、この辺やで多分、でもこれ懐中電灯にしまってな、こういうのでラジオも聞けるやつ、これや、え、ちょっと待って落ち着かない、あ、アウトだ、ラジオ待って落とし穴あるかもしれない、もう一回よく読むの、うん、停電車な、うん、電気が使うけど情報を得たい、絶対これせやんな、だってラジオ行ける、うん、ライトつく、うん、点滅する、うん、サイレン鳴る、うん、携帯の充電もできる、あ、携帯の充電もできる、これいいんちゃいますか、最悪ほら携帯充電してさ、うん、それで情報得たいねん、そうやねっていう言い訳ができる商品やね、これは、じゃあ早速行きましょうか、行くで、ことえじゃじゃん、サバイバルラジオ、マジかえ、これ次次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 、え、これどこどこ、20ポイントクリアゲットってことでよろしいですね、はい、とりあえず20ポイントゲットなんで、次どうする、じゃあ全問正解狙って早くやるために10いく、あ、そうね、あ、そういうことね、全問正解狙おう、オッケー、キープをあれするんです、あ、震えてきたって、オッケー、お悩み、ダダン、はい、近頃、黄砂がひどくて大変なんだ、手前に引けば出てくるものがちょうど切れてるんだけど持ってきてくれない、鳥取市21世紀少年、どういうこと、寒い人からですね、これ黄砂がひどくて大変、手前に引けば出てくるものがちょうど切れてる、手前に引けばってことは、うん、引き出しって思うやんの、でも引き出し引いたら黄砂どっか行く、てか黄砂って何、黄砂っていうのは、うん、あの他の中国の方から飛んでくる砂、うん、でよく車とかさ、あーさーなってるやつが黄砂って言います、はい、がひどくて大変やから手前に引けば引き出しとかあったらしゃんだろ、分かった、ほんまに、うん、車のワイパー絶対違うって、あ違う、引く手前に引けばワイパーを、あ、違うだから車のなんかカチッてするんちゃう、免許持ってる、めっちゃ持ってない、分からへんでもちゃうな、多分ちゃうな、出てくれやで、動くもんね、出てくんねん、ビーンって出てこへん、ビーンとかなれへん、分からへん、でもちょっと見る、手前に引くもの探したらいいの、ね、なら黄砂系で、とりあえずでも黄砂がさ、じゃ飛んできたら何をさ使う、マスクはぁ、あ、出てこへんよ、マスク、手前に引くんで、マスク、めっちゃ難しい、掃除するものなんかな、これ10ポイントなんかな、ほんまにちょうど切れてるってことは、これ消耗品やね、やな、やな、消耗品、ほんまに分からへんけど、なんかちょっとない、黄砂に困ったことがない、黄砂がまず分からへん、ちょうど切れてるんだけど保留とかできないですよね、無理ですよね、そうですね、持ってきてくれ、持ってきてくれな、手前に、待て、手前に行けば、ほんまによく考えよう、これは、手前に行けばヒントとかないですか、わかった、あの水とかを切るやつ、ああのあれあれ、あ、とりあえずじゃあ掃除のところ行こう、うん、そうや、それそれ多分そうや、分かったぞ、私は分かってないけど
掃除用具、絶対黄砂がひどいってことは掃除用具なんですよ。そうやで、それ掃除用具で手前に行くもの、多分そうやで、絶対そう、絶対そう。あのあれあれ、バイトとかでさ、でもちょ分かってるのが水切り棒みたいなやつ、そう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 、ちょっと消えてるんだけどって、消える、あれ一回買ったらさ、あれちゃう、あの消耗してなんかめっちゃ摩擦で擦れてないみたいなもうゴムの部分ないで、ゴムの部分がない、そんな使う、まあでも黄砂ひどい、近頃持ってきてくる、これ10ポイントじゃなくない、もう70ポイント思いやられる。いやでも多分あれやで、そうやで、絶対そうじゃない、ちゃうかな、かほうきか、もうどっちかに2択やろ、そういうあるかな、掃除用具がどこにあるかがまず分かれへん。今どれぐらい時間経ってますか？10分、よし、まあ、いける、これはいける、このペースはいけるで。え、待って、だってお悩み5個やろ、5個で10分ってことは、でもそろそろやばい、70ポイントのやつから本当やばい、ちょっと待って、掃除用具、ちょっとカバン見よう、手前に行く、ちょっとさ、発想の転換、こういう風に思ってるから違う、手前に行く、引くってもしかしたら漢字が怖いもんね、シートみたいな感じ違うね、それ敷くやろ、せんな、お前やな、掃除機手前に引く、でも出てこない、出てこない、手前に引いて出てくるんだよ、何引いたら出てくる、こういうのでも出てくる、あ、こういうの全然関係ない、わかりきわかりき、引くもの、ちょっとガチでわからんねえ、ガチでわからん、ちょっと、あ、待て、違うわ、ちゃうわ、あ、引けへん、ちょ出てくるものが切れてる、あ、でも手前に引けば出てくるものが切れてるとか、水が切れてるってことになっちゃう、そうなの、答え何、これ10ポイント、あ、10ポイントじゃなくないこれ、こんなんじゃ掃除するに、この辺やんな、掃除するって、うん、ですね、あ、ホースじゃない、水じゃね、でも手前に引けば出てくる、こういうことだよね、そうやろ、あ、そういうこと、そっち、なんかこういうのじゃなくて押すやろ、うん、はい、うわ見て、かっこいい、かっけえ、おいし、強肩だね、はい、頑張れ、違う、物持ってして、はい、はい、こい、こい、頑張れ、ストライク、じゃあ、はい、行くね、早くて時間ないから、すいません、でした、ふっと、これ、見て、見て、消防車、こんなもん、いやー、これやっちゃう、大丈夫、あ、え、あ、こういうのではない、コマで、みたいな、引いてさ、コウさんも全然こうなってる、サラサラって言ってもな、ここまでではないって、いや、でもちょっとコウさん怪しいんじゃない、ちょっと知ってる、これシャベル、もう聞いた後で聞いたちょっとシャベルよ、バイバイ、時間ないか、ちょっとマジで焦ってから、あ、10ポイントなので今ヒントがありました、ありがとう、すいません、見かねてね、コウさんで一番被害があるものは何ですか、車、車わからん、こうささーん、車が一番なんかわからん、身近なものよね、車、あ、窓とか、うん、家の、うん、バッ、うん、うん、うん、やっぱりじゃああれやって、車に引けば水切り棒やって、でもさ、水切り棒をさ問題にするときにさ、手前に引けば出てくるものが消えてるって言うの、うん、やっぱり車かな、車ちゃん、じゃあやっぱり引けば出てくる、ビロロロみたいな、やっぱり引いたらなんかどんな感じ、こうかもね、ビロロロみたいな、引いたらシャーンみたいな、やばいさ、じゃあこれさ、あのとりあえず保留にして次の問題1個あり、なしな、これじゃあもう、ほんならもうちょっと水切りでいこう、最初から言っとって、水切り棒、そう、あ、待って、ちょっとなんかちょっとありそう、ちょっとここでちょっと見よう、こういうの
こういう感じ。ワイパークリーナー、これいいな、ね、これじゃない。あ、これかも。もうちょっと見よう、もうちょっと見ましょうか。ここで水に溶けないブレーキダスト。あ、これじゃない。同じや。ごめん。同じやつ言ってた。持ってる。これこれそれそれ。これはワイパー。ワイパーじゃん。ワイボワイパーやな。無視。いや、食べないな。ワイパー。いや、やっぱりこれやつですか。これでこれ。これやつですか。やめて。これやん、絶対。いきますよ。行こうか。え、ワイパー怪しくない。いや、ワイパーみたいなもんや、これ。言ってごまかす。うん。で、行く。うん。行く。じゃあ、行くね。せーの、水切り棒です。です。違うって言われてんだよ。どうするん。じゃあ、っていうのは嘘ね。ねえ、ほんま、これね、ちょっとな。嘘。家に欲しいなと思ってた。そう、これいいな。次行こう。ちょっと違う。それでは、一問目の答えは、じゃーん、ウィンドウシャーキーです。分かれへんよな、車あったりとも免許ないのよな。ちょっと難しかったんで、今回は仕方ないかなと思ってます。水出てると思ってたよ。そう、水出てると思ったら液が入ってるんですね。そうなんです。勉強になった。勉強になりました。はい、もうこれはもうちょっとあれ。じゃあもう50ポイントいこう。 OK。 あ、今モノボケ。え、モノ、え、ぜーぜーバーラバンラバラ。すいませんでした、これで。バツ知らんの。細かすぎて伝わらないものもある。え、なに。わ、わい、あーじゃない、これ何やった。難しい。あ、よっしゃ、やぐれ。あー、もう暑いわ暑いわ、汗水で切らない。めちゃめちゃ見てました。じゃあ向こう。じゃあ50ポイントいこう。30いく。50いこう。それではちょっとこれ50ポイントのお悩みを解決させていただきます。はい、言えます。はい、じゃじゃん。難しいの嫌で。最近パサついて困ってます。根元はふんわり、先の方はしっとりまとまるものはありませんか。もうね、大阪市スタージャさん、ポケモン来ましたね。最近パサついてて、根元はふんわりしてて、先の方はしっとりまとまるものはありませんか。もうこれは一つしかない。あれね、うん、いいってね、うん、せーので、髪の毛。はい、絶対髪の毛やん。やんな、髪の毛やろ絶対。筆やろ。だって習字書くときさ、いや筆やったら新しいの買うやん。じゃあ髪の毛かな。こんな悩む筆についてスターじゃ悩まんよ。笑ってますけど。筆やったら買ったらいいやん、選べるけど。髪の毛選ばれへんやん。ちょっとこっちの髪質が無理だから。髪の毛やん、これだって。なんか X ぐらいしか無理。今のピーで。わそういうのなしやね。ごめんごめんごめん、今のカットカット聞いたかった。髪の毛やん。どう、髪の毛、髪の毛のとこ行こう。ほんじゃ、とりあえず色で。髪の毛は多分、終わり。パサつくって何に使う？口なんかパサつくとか言うじゃん。バームクーヘン食べたらとか。ああ、うん。それ以外なんかパサつくワード。こっちだ。なんかここ臭い。じゃあとりあえず美容製品とか行こう。他はな。パサつくっていう言葉を。だってこのさ、スタージャさんがもしかしたら人間じゃないかもしれへんや。スタージャかもしれない。でもスタージャだったら髪の毛ないもん。いや多分関係ない。それは名前まで聞きたいと。探そう。うん。あ、犬。あ、犬。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 やばい。コニーちゃんと一緒ぐらい可愛い。コニーちゃん出そうだって。やばい。はい、行こうか。切り替えて。かさついてるものね。かさついて大変なのね。筆とかじゃないもんな。絶対髪の毛です。もうこれを蹴って、あっ、うん、あっちや。絶対日用品やもん。髪の毛かな。髪の毛です絶対。どうですか髪の毛。
ふんわりしてますか。いや、もう髪の毛、私今、そう、すごいストレートにしたくて。でしょ、うん、じゃあちょうどストレートにしたい。こっちちゃうかな。こっちですね。あ、おんねや、こんなあります。そんなもん、何でも揃ってるんだ、ぜこの辺じゃない、ストリートメントやで。この辺やば。で、はっちゃんがおすすめのトリートメント、今どれ使いたいか。うちがビラの素数言ってるの、これ買ってくださいっていうのを。じゃあ、トリートメント、これトリートメント、トリートメントや、とりあえずやろうぜ。じゃあ、トリートメント、この辺。何でもいいや、こういう感じ。ああ、まとまり、ちょっと待って、根元から手先でまとまる、うん、こんな感じだと思いますよ。これでいく、じゃあトリートメントな、トリートメントで、せーの、トリートメント。惜しい、もう一回じゃあチャレンジしていいですね。もう一回 OK、 トリートメント惜しい、リンス一緒か。もうちょっと分からん、トリートメントじゃないの、ワックス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 ちゃうで、ワックス、これやん、ほんな、ちょっと待って、それを、あー、足つっくした、これじゃ、うるうってまとまる、とろけるワックス、あ、こんなん出てるんや。じゃあ、ワックスでいこう、待って、毛先からなんとかまとまる、それちゃんと沿わなかった。じゃあ行きます、せーの、ワックス。え、そうなったわ、アウト、わかった、リンス、リンス、バーツ、シャンプー、シャンプー、シャンプーやってる。え？じゃあ、はっちゃんが日々愛用しているシャンプー教えたろ。私が日々愛用してるので、じゃあ、オンして。はい、ウェルカム、ようこそ、日本へ。だから私こんな可愛いんか。ムシムシ。どれ？うちはな、ウィダルサスを、20年間ぐらい使っててんけど、最近実はちょっと、浮気してんねん。うん。でも浮気してる商品はないから、ウィダルサスんで。シャンプー、じゃ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 ん。あ、ちゃうの？あ、違う。シャンプーじゃないの？シャンプー。長い歴史の中、シャンプー。シャンプー。はい、リンス。え？え？何？何？どういうこと？トリートメント。え？セグレーターみたいな。え？どういうこと？ほら言ったやん、根元はふんわり、もうなんかもうずるい、ずる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 、そういうとこまで大丈夫、ナイスキャー。さっきからちょっとそういうとこまで見やなあかんやつ、もしかして根元ふんわり、毛先しっかりまとまる、セグレタ新発売、CM 来へんかな、来へんかな。お願いします。じゃあ、正解ということで、よかった。じゃあ、物ボケしてくださいよ。暗い、何か分かる、物ボケね。何で物ボケしたいんですか、間違えてる。シャンプー、シャンプーで、ワックスで、うちが行く、じゃあ行くで、はい、トラトラトラ、なんちゃらなら、それマックスや、これで失敗ってことでお願いします。、スペシャルルールが追加されました、はい、出来の悪い私たちのために、はい、いつもありがとうございます、ありがとう、すいません。モノボケをして、プロデューサーさんたちを、はい、薬と
あの笑かしたら5ポイント追加させるされるということがなりましたので、はい、どんどんボケていこう。そうですね、ボケていこう。ちょっとほんまにこれ組み合わせ自由。でも、うん、30分しかない中でボケながらこれを確実に取るのはすごい大変なんで、ちょっと頑張って、うん、早くボケて早く当てていきたいと思います、うん、ってことでいきなりじゃあポイントもやろうか。ほんで70からいこうか。いこうやな、そういうことやな。じゃあ70ポイント呼んで呼んで、いきますよ、はい、風に強くて切れない大きなものが欲しいの。東大阪市4歳児さんからのお便りです。風に強くて切れない大きなものが欲しいの。分かってしまった。何何何らしく真剣な顔してたね。真剣な顔でやってたね。やってたね。みんなもちゃんと見てくれてた。あのちょいちょいコメントで、うん、ゆうちゃんの解明の案がいっぱいあったで、ね。あったな。ちょっと寒いのから拾っていくわ。寒いのめっちゃ寒いのあったで。なんかちょっととりあえずゆうあげといたらいいみたいな下りな、あれ。いやーよかったと思うよ。ちょっとないもっと下の方にな。うん、でああ言えばこういうそこまで言う。お前が言う。しゃべくりゆうちゃん。あー、かわいいね。いいじゃないですか、いっぱい出て。そうです。途中ちょっとあの、違う人の違う人の名前出てきてますよね。いやいいですよ。大西ゆう。どの口が言う。みんなちょっと寒いってもっと面白いのないと、ちょっと私、もう。白ゆうはプリンセス。白ゆうはプリンセス。これまあ。それあるよ。白い雪の花のじゃあ白い雪のプリンセスはみたいなみたいな、うん、白い雪はプリンセス、あいいやん、それにしようかな。長い長いあかん長い長い。えでも大抵とか出た時尺取る尺取るとか大抵出た時にな、分かりやすいやん、こうやって見たら、うん、でも嫌やな、自画自賛してる、はい、何それはい、というわけで皆さん見ていただきましたボリューム2なんですけれども、はい、続きはすごい気になると思うんで DVD 持ってない人ぜひぜひゲットしてください。はい、してください。そして DVD 持ってる人はまだみんなには内緒で言わないようにね、ゆうちゃんとはちゃんがこんなに面白いよってことをね心の中で秘めといてくれたらなと思います。はい、嬉しいです。はい、そんな感じで、あとご褒美は一番最後に、はい、やるんで、いけたか無理やったか。寒いゆうやっておい、お前が寒いぞちょっとこれあかんやろ。評価する、はっちゃんも評価する。そう、ご褒美はね、ボリューム2のミッションクリアのご褒美か、ミッションあかんかったの罰ゲームは終わってからやりますので、もうちょっとお付き合いください。はい、お願いします。はい、で次回報告、次回予告でもあったんですけど、ボリューム3ももう実は撮影しておりまして。ちょっと予告でもあったけど、ちょっとね、料理、うん、やっちゃってるね。そうそう、みんなのハート噛んでた噛んでたねみんなのハートを料理しちゃうぞみたいな。そうですよ、そうです。キュンキュンしながらね、見ていただけたらいいなと思って、はい、思います。家庭的な一面を。ほんまに、うん、まあこれは見てからのお楽しみってこと、うん、どっちが料理できるかっていうのはもうちょっと見てからのお楽しみってこと、うん、だからこれ11月中頃に発売になるんかな。そうですね、って感じなんで、はい、これまでいろいろ想像しながら、想像しながらあれしておいてください。はい、お願いします。はい、ほんでこんなことをゆうちゃんとはっちゃんにしてほしいよっていう企画が何かあればぜひぜひどしどしご応募しております、うん、はい、待ってます。あとDVD 見てくれた方には、見てくれたから今日神神やんな、はい、ほんで見てくれた方には、はい、ご褒美じゃないや、プレゼント、そうプレゼントありますので、ぜひぜひ合言葉を入れてメールしていただけたらなと思います、うん、よろしくお願いします、うん、お願いします。
い、というわけで急なんですけれども、ここでじゃじゃん、何これあのちょっと最近はっちゃんとゆうちゃん喋りすぎやなと思って暴走してるから、ちょっとお題っていうか、うん、いろいろ今なっちゃん、なっちゃんくしゃみしたよね、かわいいね、かわいい、よしよし、はい、というわけでね、はいはい、うん、ほんで、カードに書かれたものについて喋るみたいな、ちょっとね暴走して脱線する癖があるんで、そうそうそう、私たち喋り始めるお題をね、ちょっと喋っていこうかな、はい、ちょっと際どい話があったりするんで、ね、それをちょっと、うん、これ言っちゃうみたいなね、だこれちょっといっぱいあんねんけど全部喋るぐらいの勢いでいこう、せやな、頑張ろうか、11時ぐらいまでこれちょっとやっていくんで、うん、ありな、あり順番に引いていく、どうする、それちょっとどうする、どうやって引いていく、じゃあ順番に引いていこう、じゃあ、じゃんけんで決めよう、いいよいくね、最初はグー、あ、間違え、こうだ、かぶり、最初はグー、じゃんけんほいこれかぶって、あいこうでほい、あいこうでほい、あ、負けたー、はい、勝った、そう、じゃんけんみんな真似してくださいね、はい、私からね、どれでもいい、うん、いいよ、なんかいらんのあったらちょっとこっちで判断して抜くんでパス、パスありだね、じゃん、ほいいきなり、はい、腹が立つほど許せない話、あるある、あ、うちから言っていい、うちから、おお、いいよ、あ、そういうことね、はいはいはい、いいよ、じゃあ順番にこれ引いていったらいいね、上から引いていこうか、ほんでお互い言いたいことあったら言ったらいいね、あのな、はい、一言物申す、はい、これね、今マヨネーズ、おい、マヨネーズ好き、マヨネーズは普通、なくてもいい、あのな、マヨネーズってな、うん、なんであんな、なんかマヨネーズってなんか俺めっちゃ女子にモテてるしみたいな顔しとるやん、うん、まあみんなうんって言ったって、うん、いや、しとるやん、ほんでなんかもうお好み焼きとか何でもそうや、うん、もう言ったらなんかもうサンドイッチ屋さんとかもそうや、マヨネーズ入れときゃいいわみたいなとこあるやん、うんうん、え、でもサンドイッチにマヨネーズなかったら何？いや何って、だってパンだけでええねん正直、でもなんか挟むとしたらまあ目玉焼き挟んでみたりベーコン挟んでみたり、それでええや、なんでマヨネーズつける必要があるの？あ、でもよく考えてみたら、あのサンドイッチでも焼いてケチャップのところあるやん、うん、あれ美味しいよね、ケチャップは好きやね、ケチャップはいいんや、うん、マヨネーズの何が気に食わんの？味、味は知らんねん、実は食べたことないん、うん、超赤いよな、これ食べてみないと、あのね、あのちょっと誰かマヨネーズ持ってきて、いやあの見た目の、うん、ちょっと滑らかな感じ、気持ち悪い、ソフトクリーム食べへんね、大好き、ほらちゃまた違うねん、ほんでマヨネーズは何って、もう名前も嫌、マヨって、ほんでなんかマヨネーズそのまま食べたりするわけのわからん、マヨちゃんになんか嫌な思いあるんですかないですまだ後々ね、ちょっと結構マヨちゃんについて、まあ、とにかくマヨネーズがハチは許されへん、もしハッちゃんと一緒に暮らすなら冷蔵庫にマヨネーズは入れないでくださいね、意味わからんよなみんなどう思う、それについて、はい、次行こう、次行こう、え、ゆうちゃんは、私腹立つ話、うん、あんな、これちょっといい、私なめっちゃ自分が短気すぎて腹立つめっちゃ私短気だから、自分に短気な、そう、あのなんで怒ってるんやろっていうことに、あのなんて普通やったら、うん、例えばこうちょっとはっちゃんが嫌なことするやんか、うん、でもまあちょっと我慢して、うん、でまたやってきたらもうってなるけど、うん、1回目でもう沸点がバーンって上がるから、うん、もう怒りすぎて、うん、なんで怒ってるかわからんようになる、なんで、あ、大丈夫、そう、なんで怒ってるかわからんくなるまで怒るねん、いきなりキレんねんな、いきなりキレるから、なんで自分が怒ってるか分からへんっていうことになるから、うん、ちょっと腹が立つほど許せない自分の話、でもそれ分かるで、うちも、うちもいきなりバーンってムカつく人やから、うん、もう沸点めっちゃ低いから、うん、いやもうすぐやんな、沸点も20度ないぐらいやから、そうそうそう、もうだから地球の温度でもうあかんぐらいになっちゃうぐらいの沸点低いから、うん、じゃあちょっとお互い沸点を高く、うん、沸点高くちょっとあんまり35度ぐらいにするっていうのを目標にね、やっぱね、女の子は気が長い方がいいんじゃない、そうね、女の子はね気が長い方がいい、おしとやかの方がいいんでね、はい、じゃあこんな1個に話しとったら次行くで、次じゃあ行くよ、はい、でん、あ、いいよ、本当は誰にも言いたくないお気に入りの一品の話、うん、だから良すぎて他に伝えたくないっていう、ああ話ね、うん、なんかある、
うちはあるで。お、言って言ってじゃあ。何個かある。何個かある？ 1 個言って、1個だけにしてな。え、2個言わして。1個適当やから。いいよ、じゃあいいよ。その分私の喋る時間短くなるけどな。いや、多分短くならんで。喋るな。ならんで。もしかして言っといて。まず1個はこれ。はい。はっちゃんがいつもつけて指輪なんですけど。あ、そういうこと？ほいほいほい。うん。これな。うん。何ってな、うん、YKK って書いてんねん。うん。あ、ちっちゃくて見えへんな。じゃあ次行こうか。オッケー、続いて。はい。うん。はっちゃんが使ってる、うん、ローションの話なんですけど。ローションって？ごめんなさい、ちょっと止めてもらっていいですか？違うね、ちょっと止めてもらっていいですか？ちょっと、ごめんなさい、ちょっと。化粧水の話なんですけど。はいはい。化粧水の話なんですよ。わかってます。化粧水の話です。ごめん、今ちょっと、タイムリーすぎ。化粧水ね。化粧水の話なんですけど、すごいねん。はっちゃんの化粧水な。まあまあ、すごいねんけど、舐めたら甘いねん。舐めるの？意味がわかる。舐めるの？じゃあ、ローション。もし舐めるの？何だっけ、ごまかし。化粧水を。舐めるの？次行こう。次行こう。やっちゃいい、いい、え、もうとりあえず、いいや、はい。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。あっちゃん、熱い。淡い初恋の話。そういうの行こう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 。ピュアな話行こう。ピュアなやつ行こう。うちら二人行ったらちょっと変な話。でもさっきの話からの淡い初恋できるから。ちょ、頑張って淡い方向持ってこう。初恋はいつ？はっちゃんの初恋はね、幼稚園ですね。それみんな幼稚園やんな。みんなもそうやんな。うん、みんなじゃあ初恋の時書いていって、いつか。うん、一番早い人勝ちな。うん。でも、幼稚園やな。幼稚園やで。そうやで。私多分一番早いで。保育園やったから。保育園って、はっちゃんも保育園行ってたけど、2歳ぐらいやねん。うち保育園行ってた。私0歳からもう保育園やったから。でも0歳から初恋はしないですけど。覚えてへんやろ、まず0歳の初恋なんか。あ、でもほら。うん、先生とかさ、うん、男の先生、俺、とか、うん、なんかちょっと、あ、かっこいいってほら、うんうん、思ったりとかね、うんうんうん、はい、するんちゃんっていうこと。え、それ、え、初恋やったの先生に。好きやった、めっちゃ先生。何先生？え、言うの？うん。田中先生。田中先生！田中先生！これかわ。これかんでな。ゆうちゃんのファン怒るわ。田中敵士は。田中敵士って書いくんやろ、みんな。大丈夫やで。大丈夫やで、みんな。はい。はっちゃんは？はっちゃんはね、同い年の？あ、でもみんな結構遅い。小6、小2とか。遅いですね。はっちゃん。男の子の方が遅いんじゃん。なんかな。え、ってこと、片思いってこと？そうやろ。初恋。そうやろ。勝手に。だって初恋実らないっていう、なんか形容詞みたいなのがあるぐらい。あ、そういうことね。はいはいはい。あっちゃん、幼稚園で2回恋してるんですよ。もう、恋多き女困るね。1回目はね、はい、武田優也くんっていう。武田優也くん見てますか？武田優也くん、めっちゃ好きやってるんですけど、優、うん、也は、さとこが好きやってる。さとこ。そう。うん、で、田中先生、ありがとうございます。そう、さとこが好きやって、あっちゃんは、優也に好きやって気持ちを言いたかってんけど、うん、でもその前にゆうやから俺めっちゃさとこ好きやねんって言われて、もうそこは会えなく玉砕しました。幼稚園の時の話ですからね、これ。違う、最近の話じゃないですかね、さとこは。はい。そう、さとこみたいな。さとこもそんな可愛くなかったんですけどね。さとこ、はっちゃんの方が可愛かったのに、なんでさとこ選んだんや。幼稚園の時は絶対さとこの方が可愛い。幼稚園の時とかもうぶさきすぎてやばいから。はっちゃんが、そう。ちょっとなっちゃん、あれ幼稚園の時から。なっちゃんも乗せるってことになるんでね。やめとこやめとこ。どっちがどっちか分からんとか言う。すっぴんで、二人でちっちゃかったら。いや、なっちゃんの方が可愛かった。なっちゃんはいつもなんか眉毛こうなんで、もういつも泣いてたから。眉毛ちょっとな。はい、じゃあ次行きます。次行きましょうか。はい、次。せーの、ドーン。あ、これも行こう。ちょっとドキドキの話ですよ。異性にドキッとする瞬間の話。イエーイ。これ、山ほどあるよな。うん、異性にドキッとする瞬間の話。例えばさ、うん、でもさ、よく言うのはさ、車のこういう、うん、こういうやつね、あれドキッとするって言うけど、どう？するかな。あんまり。あんませへん。私もせへん。どないやろ。なんで出してきてんの？なんかこう、一般的に言うとそういうことやね。まあまあそうやな。はちゃんな、車乗ったら絶対助手席乗るんですよ。何があっても。そうじゃないの。じゃあ2人でとかじゃなくて、なんか何人かでみたいな時とか。
あのタクシーでは助手席乗らないで、さすがに。うんちゃんびっくりする。後ろ空いてますけど。何言ってんだろうな、ね。そうね、なんか多分取られるんかなっていう。やねんけどな。でもあれやで、うん、あの私あの男の人の、うん、ここが好き。わかる？あ、内側？ここが好きやね、うん。それはどうなってたら好きなの？あんまりバーンってなってる。太いのは好きじゃない、ね、うん、でもなんか細いのが嫌、ね、いい感じに、うん、なんていうこうやってたらあんまり筋肉ついてるって分からんねんけど、うん、こうやったらあ結構鍛えてるよみたいなやつ。なるほどね、それそれ、はい、あっちゃんはね、普段、うん、なんかうちに興味ない感じでも、うん、うちの知らんとこでめっちゃうちのこと好きやなとかちょっと思った時、あなんかあれやろ、何々あ、何々がはっちゃんのこといつもなんかもうほんま話してんで仲いいなーみたいな。ああ、そう。人伝いに聞いた時とかってこと。やけどうちの前では別にお前なんか興味ないしみたいな。あ、ツンデレね。そう、ツンデレが好き、ね。みんなもツンデレ好きやんな、きっと。うん。ね。チカチやぞ。チカチやぞ。違う、そういうんじゃない。あれもだってもう普通にしてもカチカチやん。そういうんじゃない。顔がカチカチってことじゃない。違うやろ、カッチカチやな。そうだ、ちょっと鼻水出てきました。やめてください。まあでもあの異性にドキッとする瞬間はたくさんありますよ。たくさんあるから、うん、そうみんなも気をつけて、いつでも結構見てるんで、アイドル側もね、みんなのことガミしてるからな。はい、なんで皆さん、はい、はい、気をつけてね、かっこよく振る舞ってください。かっこよく振る舞ってください、アイドルさんの前で。でも、はい、可愛い感じも好きやで。なんか普段かっこつけてるけど、うわこういうとこ可愛いやんとかも好きやで。ああそれね、うん、掘り下げるね。次行きますね。次行きましょう。はい、すみません。今まで一番怖かった話。聞いてる。なそれ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 、こう。お化けの話やねんけどな。おお。どう思うか聞いて、みんなもどう思うか聞いてな。これお化けかどうかな。うん、私友達とルームシェアをしてたんです。うんうん。3人でね、暮らしてる家があって、うん、ほんでなんかそこの家に引っ越してすぐに前で自殺がある。え、それガチのやつやん。そう、ちょっと今ブルッとした。お、10歳の女の子がえってこう落ちてきて、10歳が自殺した。そう、ほんで引っ越してきてすぐやったからわーって感じやって、すごいびっくりで、もう大変って思ってて、で、まあちょっと話も大きくなって、救急車とかも来たりとかで、まあまあ大騒ぎになってて、ほんでちょっとしたら台所に手形がつくようになったんです。えなんだ、そんな話うち初めて聞いたけど。そう、手形がつくようになって、しかも左手ばっかり、うん、大きい手形とちっちゃい手形が天井とリビングの机とかにつくようになって、え、大丈夫？続けて。で、つくようになって、で、そういう人に見てもらったらいっぱいいたんですよ。なんか通り道らしくて、めっちゃ怖い。ちょっと離せよ、離せ。いっぱいなんか通り道らしくて、もう次行こうって言ってる。怖かったね、みんな、ごめんね。その話後で詳しく、後で詳しく。じゃあね、怖がってる女の子もいるんでね、まあみんな聞きたかったらあのグッパンに来てください。一番怖い。ちゃんねちゃんねちゃんね。あんま装置作ったのよ。怖い怖い。グッパンに来てください。はい、じゃじゃん。はい、次。はい。大好きなものの話。つるつる、こういうの、こういうのが大好きなもの。大好きなもの。言うね、あと、要はそのテンション保てるな。うん、私、だってずっとほら、知ってるから。そう、今なったわけじゃないから。怖い、手形ないよな。まあ、あったら多分、ノアやから大丈夫。ノア大好きなものの話。して、して、私、今ちょっと喋ったけど、大好きなもの。大好きなもの？あのね、はっちゃんね、結構好きなものは、めちゃくちゃ好きで、もうそれがずっと好きやったりするんですよ。一緒。一緒一緒。うん。それの一つに、うん、ナイトメアビフォークリスマスっていう、一応ディズニーの作品があるんですよ。私も好きですよ、はい、一応なんですけど、ちょっと前に、ちょっと前言うてもだいぶ前なんですけど、何やねなんか出てきた今ちょっと前にあの10周年で、うん、10周年やから言うてまだ映画やったりとか、うん、グッズがね、最近、うん、最近っていうか、まあここ10年ぐらいでだいぶ増えたんですけど、うんうん、なんかまあそれディズニーの作品で、うん、ミュージカルの作品なんですけど、うんうん、主人公が骨の、うん、骨やね、うん、ハロウィンタウンの王様で、うん、ほんでまあハロウィンの季節もあるし、うんうん、
やねんけど、毎日毎回毎回毎年毎年、うんうん、ハロウィンばっかり飽きたって言って、うん、あ、そうや、クリスマスを弱してやろうみたいな、うん、まあ、そういうちょっと変わった長いわ、ほんとね。まあ、ナイトメイが好きっていう話。はい、OK です。私大好きなもの、私大好きなもの、ハローかな、うん、ハロー好きやし、うん、うん、ハロー好きやで、もう14年目ぐらい。誰が好きな？アイちゃんやけど、今ハローじゃないから、今のハローやったらアイリかな。そうなの？うん、アイリかな。辻ちゃんでしょ。え、でもハロープロジェクトじゃないんじゃない？ちゃうやん。プロジェクトなんかな、ね、ドリームはプロジェクトじゃないんかな。微妙やね。微妙やから、まあまあ際どいところってことです。はい、以上。はい、次。はい、あ、今まで聞きにくかった気になることの話。お互い？お互い聞きにくかったこと、じゃあ聞こっか。聞きにくかったこと。じゃあ、あの、みんなが思ってることを代表して聞くわ。うん。聞かん方がいいかな、これ。え？なになに？いける範囲のこと。ボンドの解散理由ってほんまは何なん？そんなん昨日の今日やで。昨日の今日やで。びっくりするよな、みんな。絶対みんな気になるって。解散理由、本当の理由。え、うん、なんかね、うちら的にね、うん、なあ、何やろ、今の解散理由が、うん、まあお互い違うことをやりたくなったりとか、うん、幅を広げたりとかするためにっていう風に、うん、まあまあっていう理由なんですけど、本当は、本当は、え、でも本当に、まあまあ、それもそうや。もともと正直、お互い、組みたくて、組んだわけじゃないっていうか、うん。組みたくて組んだわけじゃないって。なんていうんですか。ようちゃん一緒に組もうって言ってユニット、普通ユニットそうやったやろ、うん、組みましょうって自分たちが選んで組んでてんけど、そうじゃなくて、なんやろ、お互い、やっぱソロでやっていく自信がなかったから、うん、うん、その時、いた子と組んで、やっぱステージに上がってたいっていうのがあったから、組んだのがボンドだったんですよ。うん、だからずっと、まあ、それでやってきたんですけども、まあ、お互いボンドをやっていくうちに、ステージも、341回やらせてもらってるうちに、うん、まあ、その間にいろいろね、お互い、こうやってはっちゃんと私もやったりとか、うん、まあ、ようちゃんも違うことやったりとか、うん、演技のね、やつとかもやったりとかしてたんで、うん、多分それでお互い自信もついたし、うん、うん、違うことで広げれたらなっていうのが、詳しい内容っていうやつです、うんうんうん、でしょう、ですって。間違いではないけど、みんな聞きたかったやろ、だって聞いたったね。ぶっちゃけすぎ、お、ほんま？ありがとうございます、ね、嬉しいね。はい、なんか、なる？聞きよかったっけ。何でも言うやん。そうや、結構うち何でも言う。なんか逆にみんなが知らんことなんなん、はっちゃんの。何やろう、私が気になることより多分みんなが何気になるのやろ、はっちゃん。何やろ、私生活がカスってことで。カスやろ。ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。スタジオ行くって言って行けへんやん。スタジオするって言って行けへんやん。なんでな、それ聞きたよ。なんでな、なんで行くって言って行けへんの。行こう。行くときは内緒で行ってんねん、うち。あ、実はな、頑張る。影の努力が違うって言うんだけど。じゃあね、言いたくないよ。いや、もうなんかそう。でも分かる。でも分かる。どうぞ。はい、行こう。次やって。はい、せーの、ドーン。最近の危機一髪の話。危機一髪。ある？なかったもん、パスすんで。ある、ないかな。ないない。もっと面白いの引きたいの。はい。今まで一番恥ずかしかった話。なんか、そう、これちょっと思ってんけど、うちら、あんま恥ずかしいことない。そうやねん。ってこと、恥ずかしいと思うよっていうことや。今までで一番恥ずかしかった話。うん、そうやな。うん、恥ずかしい、うん。恥ずかしい。あ、でも、初めて人前で水着になったのは恥ずかしかった。あ、それ、そういうのね。うん、うん、うん。恥ずかしいね。あのね、アニメ辞めて、ユニット辞めて、ソロになる前に、撮影会モデルしてたんですけど、うんうん、撮影会モデルで、初めて水着になった時は、めちゃくちゃ恥ずかしかった。うん恥ずかしいね、それはね。もうほんまに恥ずかしかった。なんでそんなことせんなあかんのぐらい恥ずかしかった。今平気やろ。全然、ぬぐぬぐ。ぬぐぬぐやん。なんか、なんかある？恥ずかしかったこと。あ、昔、なんか、なんで今こんなに恥ずかしかったかわからんねんけど、ヘリコプターのことを間違えてタケコプターって言ってた。恥ずかしいやろ。これ恥ずかしい。ドラえもんやん。そうやねん。っていう話。はい、次。はい。好きな異性のタイプの話。キャーキャーこの人タイプ、そう。そうそうそう。男。男やね。間
まず最低条件、男、はい、その次はじゃあ、はい、ごめんごめん、なっちゃんごめん、なっちゃんごめんそうやな、どういう人、性格は、あっさりしてる人が好き、うち結構熱血感が好き、熱血感、どういう人ですか、ガツガツ来る人、積極的な人が好き、消極的な人、そら積極的やろ、男の人はやっぱ積極的じゃないとね、あ、面白い人、私絶対これ、絶対条件いやでもゆうちゃんよりおもろい男とかそうなんで、いや、あなたも、ね、結構ハードル高いよ、面白い人好きやろ、まあ好きやで、やろ、やったら多分ハッチャーの面白い人もそうなんで、いや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 、やめてやめて、これちょっとみんなハードル高いで、だってほら自分より面白くなかったらやっぱり、うん、くすりと言わせてくれないか、私は、そうやな、うん、一緒に会って爆笑できる相手がいいよね、そうだから物販とか来てもみんな笑かしてな , 笑かしてね、私めったにでも笑わへんやろ、笑って結構なちょっと笑いには厳しいからはいそうなんですよね、はい、だからそうやね、面白くて、うーん、なんかうちあの一緒におって、うん、ああなるほどって自分の知らんことを知っていける人がいい、あ、物知りな人、物知りっていうかじゃなくて、いろいろお店とか知ってる人、お店っていう、美味しいご飯の、うん、なんかそうやな、インドアな人が好き、アウトドアな人が好き、うちがインドアやからな、じゃあもうインドアじゃないと無理やんな、うん、連れ出してくれたらそれはそれでいいし、家におったらそれはそれでいいし、ほんま、じゃあ割とうち結構思ったより尽くすタイプやからってことらしいです、はい、次行きましょう、ね、はい、じゃあ次バン、最近の悩み相談の話、あ、悩み、悩み、ああ、やっぱソロでやっていくからいっぱいあるよ、あ、そうやな、うちソロ言うてもうち何年もやってるから、うん、ちょっとアドバイス聞いて、なんかソロでやっ、じゃあ私もなんかちょっと中途半端にソロいっぱいやってるじゃないですか、うん、だからなんか新鮮さがないし、なんか 1、2回やってたらなんかあれやけど、やっぱ結構なんだかんだソロやらせてもらってるから新鮮さがないのと、うん、やっぱ新しい曲を歌っていくやん、うん、やっぱ不安やんな、そらな、最初、一番最初とかはもう多分やっぱりね、オリジナルでいきたいと思ってるんで、うん、みんなが知らん曲をバッて歌ってどう受け入れられるかっていうのが不安やから、皆さん、ぜひ温かく見守ってくださいっていう話、そうやな、はい、悩み、悩み、朝起きれません、はい、頑張りましょうはい、次、最近の幸せを感じた話、昨日あ、やの、そう、昨日サイリウムバーって光ってみんなが飛んでくれた瞬間も幸せやった、うん、幸せいっぱいやし、幸せいっぱいありがとうやな、ほんまその通りやな、その通りいい歌詞やな、いい歌詞やで、幸せいっぱいいい歌詞やな、キルミアゲームいい歌詞やでそう言っとくみたいな、ありがとう、はい、幸せは、いやでもね、ほんまにね、うちね、平日ね、結構バイトしてないんで、うん、あの平日結構何もしてないことが多いんですよ、うん、で、まあ、何してるかって、うん、iPod で自分のライブの、うん、まあ、オフボーカルのやつをランダムで流して、それを最初からこう歌うみたいな結構やるんですけど、そんなことやってたら、ライブがしたくてしょうがないんですよ。うんうん、うずうずしてくんね、うん。もうイントロ来た、うん、来てやーみたいな、うん、なるんですよ。だから、うん、そう、待って、その勢いでスタジオ入ろ。うん、そうやな。それで練習してください。はい、じゃあそれで、はい、もうライブしてたらめっちゃ幸せ。うん、ライブは幸せですよ。うん、やっぱ、そうです、そうです。はい、というわけでした。次、嫌いな異性のタイプ、嫌いな異性のタイプ、好きなタイプ言ったからな、そうやね、ズバッと言っときますね、嫌いなタイプも、はい、だから、おもんない人ですよ面白い人が好きか、おもんない人は嫌ズバッと言うね、でもおもんない人もいろいろあるから、そうやな、そうやな、だから、なんやろ、なんか笑かすとかそういうのじゃない、そうじゃなくて、なんていうの、しかもな、一生懸命笑かそうとしてくれたら別に面白くなくても OK で、うん、そうじゃなくて、なんか人を楽しませようとしてない人が好きじゃないっていう話、うん、です、はっちゃんはね、なんかわざと嫌なことしてくるとか、それは好きな人おらんやろ、嫌がらせしてくる人ってことでしょ、うん、あ、なんか好きやのに、うん、あ、分かる、それ嫌やね、意地悪する人はね、うん、何、あんた自分やんな、え、それ何、自分ってあんたいらんことわざとする、そう、せえへんよまあ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 、まあ、で、とりあえず、まあ、いらない意地悪な人はやっぱ女の子からモテないよ、そうだよ、プンプン、そう、だから素直に言ってくれる人の方がなんかこう意地悪とかして遠回しになんかこういいみたいなやってくる、だから軽くってスカートめくりとか好きな女子にするみたいなやつは、うんうん、だよ、いや、スカートめくりするとか言ったらいいけど、なんかこっちに
あの振り向いてほしいから他の女の子のスカートめくりするみたいな。あのそれはないわ、うん、それがそれ一番ない。そうや、好きやったらめくってこいっていうことそういうことや。好きやったらもう真正面からめくってこいってことやから。あかんね、アイドルにしたらあかんね。アイドルにはしたらちっちゃい子にもしたらあかんね。あかんね成人してる。いやあかんね、スカートめくりはあかんねごめんなさいごめん。はい、次行こうか。行きましょう。はい、じゃん。初めて経験した話。どう？最近こんな。最近25歳になって初めて。した話。そうですね。あ、はい、何やろ。こないだ、カップヌードル作った。あ、作った方？それ詳しく詳しく。この間ね、ハンちゃんオフ会やったんですよ。来てくれた人、はい、ありがとうございます。はいはいはい、それでカップヌードル作る体験みたいなの やって、うん、面白かったよ。自分で味とか決めて具とか。何味にしたの？意味わからんじゃん。うん、忘れた。はい、美味しいです。美味しいのとめっちゃ辛いのにしました。はい、はっちゃんのオフ会は毎回楽しそうな内容なので、皆さんぜひ足運んでください。運んでください、はい、今次12月ぐらいにやると思って、はい、次めくります。はい、とっておきの面白い話。はい、ちょっと面白い話して。うん、やって。いや、うちそんなの面白い話。何何面白い話。面白い話。新しいおたげ考案しました。待って、ちょっと待って。私言いたいことが。言って。面白い話っていうかな。昨日の、ちょっと嫌な、もう事故やんな、解散したし。昨日な。事故早いな。早いな。一部あったやんか。面白いか分からんね。一部、私、楽屋で知ってると思うけど、めっちゃ喋るやん。知ってるよ。めっちゃ喋んねん。多分みんな知ってる。めっちゃ喋ってて、で、その時も、自分の出番を確認してたんですよ。確認してて、衣装も着替えて準備万端で、まあ、やっててんけど、まだ時間あったからまあ喋ろうと思って、誰だシスリーと喋ってたやん、袖で、袖っていうか袖よりもちょっとこっち側に楽屋があるんで、うん、その楽屋のちょっと道のところで分かる、うんうんうん、ルイドさんのね、トイレの前の、そうそうそう、トイレの前のところで、まあ、ガールズトークっていうかね、女の子でバーって喋ってて、うん、ほんなら、うん、もうじゃーんって、ありがとうございましたみたいな、うん、前の人が出てきて、私自分の出番って知らなくてやばいと思って、ようちゃんが、うん、ゆうちゃん気づいてる、次やでって言われて、うん、タオルも、その時タオル使うやつで、タオルも持ってなくて、ブーツも履き替えてなくて、ニットの、その時衣装がシャツのピンクで可愛い、なんかフリーみたいな感じやねんけど、ニットのブーツ履いてて、もう前の人が出てきて、その時 SE もなんか出ていかなあかんから、もう歩きながらブーツ投げてもうなんかママのカバンとかひっくり返して荷物開けて履き替えてもう出て行った一部やったの。母ちゃんそれ一部始終見てたんですけど、ほんまに一個前の演者さんのありがとうございましたじゃんってなる前でずっと喋ってんやんか。で、ようちゃんもずっとこんな感じでゆうちゃん、ゆうちゃんって言ってんねんけど、あーみたいな感じ、終わりやでって言って、はい、ありがとうございましたで、えーっつってな、出てきた、その前の人が出てきた時まだニットのブーツ履いてた、靴もバサーだってもうやってた、楽しかったでも。ごめんなさいね、ついからソロの時はね、もっとビシャビシャごめんなさい、ちょっとね、本当にね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと言われてんで、ね、だからしゃべくりゆうちゃんでいいやんやって、こら、誰や、ほんまその通り、ほんま、その通り、じゃあ次行くよ、はい、今だから笑える不幸話、あるやろ、私あるよ、ちょっと今だから笑える話にしてや、なんか、ちょっとかわいそうみたいなやめてや、いや、笑ってほしい、逆に笑おう、みんな笑おうね、笑ってね、はい、某スマルパイクにいるときにいじめられてました。終わり。はい、次行こう。みんなこれあんまもうコメントとかもあんま増やしたらないろいろなるから、次行くで。はい、全員から無視されてました。死ぬかと思ったら、じゃあその時の話詳しく。はい、ごめんなさい。死ぬかと思った話。あ、え、あるある、死ぬかと思った。私も言わせない、いいよ。あんな、うん、うちな、小学校の時、小2ぐらいの時かな。うん、まあ、ランドセル背負ってたんですよ。朝ね、学校行く時ね。学校行く時ね、ほんで、まあ、踏切あったから国道とかに住んどったから、うん、国道には住んでないけど国道の前が家なんで踏切があって、ほんで踏切越えたところに友達の家があって、ほんでちょうど友達と一緒に学校行くみたいなんで、ほんで待っててくれてたんですよ。ほんで、あ、はっちゃんみたいな、 でももう遮断機閉まってんねん、閉まってんねん、閉まってんねん、ほんで閉まってんねんけど、もう友達おんねん、早く行きたいやん、なんかああみたいな、ほんでこっちからの電車が見えとってん、駅がそこなんで、ほんで電車行ったから、もう踏切遮断機こうなってるけど行ったろうと思って、けどはっちゃん小学校2年生って言うと120センチくらいしか身長ないんですよ。もうランドセルがめっちゃ重いわけよ、こんな感じほんで遮断機1個目はクリアしてんけど、2個目の遮断機に
あのランドセルが引っかかって後ろに倒れて、うん、ほんならこっちから電車来とって、しかも快速でビャーンって、もうここここもうここここって言うけど多分 この部屋でここじゃない、何が怖かったってパーって鳴らされて電車にもうその音でもうドキドキして、学校まで歩いて40分かかんねんけど、40分間ずっとドキドキ心臓ここまで出たもうな、自業自得やん、怖かった、死ぬと思った、てかもう死んだと思った。そうね、面白かったな、この話大体さっき読めたけど、惹かれそうになったやろなって、うん、はい、他はあゆちゃん、いや、なんかもうなんでなんでなんで、なんかさっきそういう面白い話してた、自分のが全然面白くないなと思ってだからやめとくわ、こういうとこ、こんな感じね、川で溺れそうになった話やった、やめとくわ聞きたいよ、普通に溺れそうになっただけやから、滝みたいなとこ巻き込まれそうになって、マジでやばいよ、で、ここ泥だらけになったわけだから次行きます、次行きます、はい、じゃん、実は苦手なものの話、はい、マヨネーズやろ、ちゃう、はい、苦手なものいっぱいあんねんけど、うん、高いとこかな、あ、実はあと水の中、あだから自分が人間でよかったと思っても鳥とか無理やし、うん、魚とか無理やし、うん、魚になでもな、魚溺れてるとこ見たことないやろってことは魚で生まれた時点で泳げるし、うん、いけるよ、うん、きっとっていう慰めないらんな、はい、で実は苦手なものな、苦手なものな、うん、実はあ実は私のびっくりした、ちっちゃい、実は私ちっちゃい頃な、結構小学校の低学年ぐらいまで人見知りやって、嘘やん、人が苦手やって、はい嘘、ほんまやもん、ほんまやもん、はい次、なんでよ、嘘っちゃいます、ででん、ちょうど5年前の話、5年前ってことは20歳、32、なんでやった違った違った、あ、これ言うたらあかんやつ言うたらあかんやつ、言うたらあかんやつ、え、20歳、何してたよな、あのギャンブルしてました、終了うん、私5年前 何歳、18歳、あ、友達とだからそのルームシェアしようってワクワクしとった時です、あ、ちょうどうちもその時バイトめっちゃしてて、週7ぐらいでバイトしてて、もうほんで、居酒屋やったんですけど、うん、朝までやってるところで心斎橋やったから、うん、結構長いことやっとって、うん、もうめっちゃバイト好きで、うん、バイト休みの日もバイトに行くぐらいしてたっていう5年前の話ね、うん、はい次今だから言えるここだけの話、さっき言ったよな、言ったな、言ったな、これいいやろ、 P の話ばっかりしてるからちょっと P じゃない話したい、最近のないって話、昨日、はい、いつ、この間家族で喧嘩しました、そう、その話を LINE で送ってくるけどなっちゃんと喧嘩したーっつって、どうしろ言うねんな、なっちゃんに顔蹴られた、嬉しかった、ね、なっちゃんそんなんするんっていう会話したっていう、ね、そういうことをね報告してくれるんです、かわいいでしょ、あーちゃん、はいっていう話、じゃん、今現在の将来の夢の話、これいいや、これいいよな、これ言うないで、爽やかな内容、見てこの柄もさっきまでピンクとかやってるけど、ブルー来ましたよ、はい、ブルー来ましたね、夢今現在やろ、うん、とりあえず達成したいのはワンマンライブで、あ、一緒、いや、じゃあかぶせてやんちゃうで、一緒な、なに、ワンマンでなの、じゃあ、じゃあワンマンライブが一緒、ワンマンライブしたいと思って、ワンマンはね、したことはあるんですけど、あったね、300人入れることですね、うん、ワンマンで、ね、今の夢で、将来的には CR 平島葉月を出して、うん、で、さらに将来は馬主になることが夢です。うん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 。っていう大きいの皆さんじゃあ叶えてあげてください。はい。はい。ワンマンワンマンしたい。で、うん、全部オリ局でワンマンしたい。それやな。うん。それ絶対それやから今ちょっとオリ局増やすのに必死になってるんで、皆さんも一緒にステージで育ててください。うん。ということです。はい。今一番近い将来の夢はそれです。うん。はい。じゃあ次で最後で。次で最後、うん、はい、じゃあもうこれちょっとはっちゃん引いちゃって、これ次わかった、引いちゃうわ引いちゃいます、いいやつ引くな、ででだだ締めねこんなんばっかや、最近の許せない話、イエーイ、いっぱいあるよな、いっぱいよ、ね、世の中許されへんことばっかり、あ、言っていい、うん、もうちょっとなっちゃん分かってくれると思う、左利きに優しくして、それあんな
ハサミとかはもう慣れたものの、あの反対ね、こうなってるやつ反対なんやけど、もう駅の改札さ、もうどうしようもない、わかるけど、こうなんや、こうおかしいちゃうねん。もうそこは右でやったらええやん。震えるねん手が。切符こう持ってるわ。こうなるねん、切符が改札のところで。震えるな。こうなるから、もう無理やねん。しかもちょっと、なんか慌てた家やから、かっこいい顔作っていかなかった時点で。こうやんねんか、めっちゃ見えなかやん。じゃあもう、なんか遅すぎてピンってなるし、とかなるから、こっちに作って。じゃあもう、誰よりもかっこいい顔作るから。じゃあもう、一個か作って、一個かピンってできるから。ごめんなさい、一個か作ります。一個か作って。解決、はい、はい、解決上でいかんべ、優先な話は締めやで、締めはっちゃう、マヨネーズですよ、最初に戻る。はい、じゃあそろそろ、じゃあ最後の行きましょうか。はい、はい、で最後のね、締め、これでさ、 DVD ね、見てもらった方は分かると思うんですけど、今回はその DVD のあれやったな、今回トークユースとっちゃうかった。あ、もう結構、しかもね、11時ぐらいで締めようねって言ってたので、見てください、もう。あ、もう13分。すいません、こんな時間までお付き合い引っ張っちゃってね。また明日も朝からお仕事頑張ってください。はい。はい、というわけで、結果報告ダーンダーンダーン、はいだ。はい、成功はい、もうちょい溜めようよ。もう一回やるじゃん。うん、行くで。結果報告ダーンそうやね、成功やねん。だいぶ難しかったで、難しかった、優秀やったってことやねんって。ていうか、無理やりあの物ボケしたら5ポイント追加みたいな、そういうのをそうですよ、やってもらったから。頑張ったからです。物ボケ頑張ったから、笑ってな、うん、笑ってあげて、もう笑ってもらうのはもう本当に惨めよね、うん、そうですよ。ってことでね、報酬いただいてます。はい、漢字間違えてるもんね。今回も、はい、どっちがどっちってある？ないよね。よし、ほんなんいいかい。前回は？前回はね。うん。前回もね、あの、報酬いただいたんで。なんか、そのあれに応じて、上がっていくみたいなね。お歩合制みたいな。おぉ、じゃあ、前回、こんだけやったから、今回は多分、あ、ちょっと待って、めっちゃやります。何？待っててよ。入れ間違えてる？やらしいね、1回もらったやらしい、金の扱いがやらしいわ、やらしいですわ、ほんまにやらしいわ、ほんま1回渡したら、まあでもさぞかし増やしてるんですよ、今きっと私たちの先のこのトークのあれを見て、これだけやったらそんなこんな額で帰らされへんっていうことですね。ありがとうございます。うん、来ました、来ました、いくよ、うん、前回ね、うん、れやったの、うん、いくで、はい、せーの、あ、え、増えた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 、え、前前な、こんだけやってん、でも今回プラスダダーン、でっかい増えたよ、これでジュースが買えるね。やばいやばい、これは本当にあのやったからあるんで、皆さん多分みんなにもかかってんねん、これきっと、うん、そうそう、今回のあの、そうそう、あのみんなにもかかってるっていうのはほんまで、あの、うん、買ってね。本当に、ね、本当に買ってね。1はなんかみんな心よく買ってくれた、2からなんかすごいみんな厳しくなったよ、なんかいらないみたいな感じみたいな。1より2、2より3ってことになってるんで、っていうかこれはね、はっちゃんからしたらね、はっちゃんからしたら、はっちゃんからしたら、はっちゃんはね、あの、まあライブするのがお仕事やし、あのライブでみんなに見てもらったらいいってすごい思ってるんですけど、はっちゃんは双子のお姉ちゃんが大好きで、まあ、なっちゃんの作品なんですよ、言った DVD、 だからなっちゃんが作ったやつ売れたら嬉しいなって思う。なっちゃんありがとうございます。なっちゃん本当に頑張ってくれてんね、みんな、だから、うん、あのいっぱいの人に見てもらえることが一番、多分なっちゃん喜んでくれるんで、うん、なんなんこう締めになっちゃうもん。みんななっちゃん大好きみたいになってる。うちはなんか次のなんか次頑張ろうみたいな感じじゃなくてね、うん、なってしまってるんで、ちょっとじゃあ次、うん、じゃあ、3? 3? うん、ボリューム3。11月の中頃出るって感じなんで、うん、それは、まあまだちょっとね、詳しくは言えないんで。言えへんけど、だいぶ今回も頑張っております。頑張ったし、うん、本当にちょっとまたね、どんどんハードルがやっぱ高くなっていってるから、うん、次こそ、はい、あの罰ゲームの予感って感じなんですけどね、本当にね、いらんわ罰ゲーム、うん、だってうちらさ結構罰ゲームみたいなことを普通にやったりするやんか、だから罰ゲームって何やらされるのかめっちゃ怖いんだよ、あれ以上ってことやもん、うん、いや逆に普通なんだ、すくみずとかやったらいけるから、うちら私罰ゲームやわ。いやちゃう、あの帽子かぶれる、どの帽子、あのピチピチの、
あれもあれ無理、それ無理、あれ罰ゲーム、うちおでこ出して怒られんねんなっちゃう、そうな、うん、出してみて、絶対いらん、でこ広いからじゃああれは、あのパンスト被るって絶対やとかも知れへんで、分かれへんで、うん、あそこまでさせられたか、鬼畜だった風に、はいはい、はい、すいません、まあ、とりあえずすごい面白い内容になってるんで、はい、11月の中頃にまた、バーとペインをして、はい、鑑賞会、はい、多分またギルドで行いますので、皆様お時間ある方はぜひぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします、はい、その時にあれですよ、今までやらなかったあれがあれですよ、出るかもしれへん、あれ作ったり、あ、うん、そう、あ、そうやね、料理がね出るかもっていう、あって感じなんで、はい、またね、期待しててくださいって感じで、今日は本当にこの時間までありがとうございました、はい、ありがとうございました。あの、今日あったトークは内緒の話なんで、そうやで、内緒って言うはずやん、内緒って言うはずやん、あの、あれ、あの、あれ、フィクションってことで、フィクションやね、今日あったの全部そうなんで、うん、こういう、あの、台本やから、そう、台本作られてんの、怖い、怖い、怖い、されてるからね、覚えるの大変やと、別大変やってねはい、って感じでね、はい、はい、こんな感じで、今日も、じゃあ、終わります、はい、はい、見てくれてありがとうございました、はい、バイバーイ、バイバーイ。